ヤズマニグランダルは、キューバ共和国ハバナ出身のプロ野球選手。ウトリョーダ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。愛称は、イグ・ジュニア。1999年に、キューバからアメリカ合衆国のフロリダ州マイアミへ移住し、その5年後にアメリカ合衆国の市民権を取得した。マイアミ大学に在籍し、 最終シーズンには最高のアマチュア選手に贈られるゴールデンスパイク賞の辞典に輝いている。2010年の MLB ドラフト一巡目でシンシナティレッツから指名を受け8月16日に4年総額299万ドルの契約を結び入団した。サンディエゴパドレス時代2011年12月にマットレートスとのトレードでエディンソン・ボルケス4ダーアロンソ ブラッドボックスバーガーと共にサンディエゴパドレスへ移籍した。2012年6月2日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。その後は一旦参加のトリプル A 級ツーソンパドレスへ戻り、オールスターフューチャーズゲームにも出場した。最小格した6月30日のコロラドロッキーズ戦の4回に左投手のクリスチャン・フリードリックからメジャー初本塁打を放ち、 続いて6回に、右投手のジェルミーが3から2号本塁打を放った。これにより、最初の2本の安打が、左右打席本塁打という MLB 史上初の新記録を達成した。その後は新人ながら、完成度の高い打撃で打線の中軸に座り、チームを牽引した。しかし、オフの11月に、ドーピング検査で、禁止薬物のテストステロンに陽性反応を示し、 50試合の出場停止処分を受けた。2013年7月6日のワシントンナショナルズ戦で3回裏守備中にアンソニー・レンドンと本塁上で交錯し、右膝を負傷。翌日故障者リスト入りした。7月9日に右膝前十字人体損傷と発表され、復帰には9ヶ月から12ヶ月かかる見込み。8月6日に手術を行った。 2014年3月3日にパドレスと単年契約で合意した。128試合に出場し、19二塁打、15本塁打を放ったが打率、225、115三振にとどまった。ロサンゼルスドジャース時代2014年12月11日にマット・ケンプ、ティム・フェデロビッチとのトレードで、ジョー・イーイランド、ザック、エフリンと共にロサンゼルスドジャースへ移籍した。 2015年は5月7日のミルウォーキーブルワーズ戦で2本塁打を含む8打点を上げる活躍を見せるなど打撃好調でオールスターに初選出された。しかしオールスター以降は46試合で打率。162、2日本塁打と前半戦から一転して打撃不振に陥った。最終的な打撃成績は打率。234、16本塁打、47打点だった。 2018年は自己最多の140試合に出場し、打率241、24本塁が68打点だった。オフの11月にクオリファイングオファーを拒否して FA となった。2019年1月14日にブルワーズと単年1825万ドルで契約を結んだ。この契約には翌年のオプションもついているが年俸は9王。 わずか35万ドル上回っているだけだった。シーズンでは153試合に出場して打率、246、28本塁打、77打点、オプス、848で、支給率はリーグトップだった。ポストシーズンのワイルドカードゲームでは、本塁打を放つも、チームは敗れた。11月1日にオプションを破棄して、FA となった。 2019年11月21日にシカゴホワイトソックスと4年7300万ドルで契約合意した。オプションとして2020年シーズンは全球団トレード拒否権がつき、表彰等での出来高が含めている。打撃では失妬をじっくり待って本塁打にするパワーがある。スイッチヒッターだが左右の打席で実力に極端な開きがあり、2014年は対左打率。 162本塁がゼロに対し、対右打率、241.15本塁打である。左打席では、投球前にバットを相手投手に向けるように立てながら、マウンド方向を見据えるなど一郎を思わせるような、ルーティン動作を行う。ドジャース時代、試合中の前田健太との意思疎通は、いくつかの短い文章を日本語と英語で書いて、リストバンドに入れていっていた。 ありがとうございます。